はい、今度はですね、数研出版のコネクト数学 1A のですね、81ページの249番の問題、これからちょっとやっていこうかなと思います。で、どんな問題かっていうと、θ の値が0度以上を180度以下とすると、sinθ プラス cosθ イコール3分のルート5の時、次の式の値を求めよと。で、これからまあ変形しながらね、やっていくわけですね。うん。で、そうするとまずね、こいつを全部2乗してあげるとどうなるかっていうと、sinθ プラス cosθ、括弧閉じの2乗で、9分の5っていうふうになりますよね。で、これ展開してあげるとどうなるかっていうと、sinθ 次乗プラス 2sinθ cosθ プラス cosθ 次乗θ イコール9分の5で、2sinθ cosθ イコールで、 sin 次乗θ と cos 次乗θ がプラスであるんでね、1になりますよね。で、9分の5マイナス1ってなって、 2sinθ cosθ マイナス9分の4と。で、2で割るので sinθ cosθ イコールマイナス9分の9分の2になりますね。ごめんなさい、2で割らなきゃいけないから、マイナス9分の2と。で、これが括弧1の答えになりますね。うん。で、お次ですね。うん。で、次は3乗の公式を使っていきます。で、サイン、3乗シータプラス、コサイン3乗シータっていうのは、サインシータープラスコサインシータの3乗ですね。で、マイナス、3サインシータコサインシータカッコサインシータプラスコサインシータっていうふうになりますよね。うん。で、あとはね、もう前のやつとかで分かっているものを使って表していくと、まずね、これが3分の5、3分のルート5なので、3乗するとどうなるかっていうと、サイン3乗シータプラスコサイン3乗シータで、3乗なんで27分の5ルート5になりますよね。で、さっき出したサインシータコサインシータっていうのはマイナスがつくんで、マイナスマイナスでプラスで3かける9分の2で、サインシータプラスコサインシータは3分のルート5っていう風になるんで、これをまとめていけばいいんですね。そうするとどうしようかな、あえて約分、通分がめんどくさいんでね、約分しないで27分の5ルート5プラス6ルート5ってことは27分の11ルート5っていう風になるかなと思うんですね。うん。で、答えとしてはサイン3乗シータプラスコサイン3乗シータイコール27分の11ルート5というふうに、ちょっとなんか見づらいな、11ルート5っていうふうに、できればいいかなと思いますね。で、お次ですね。これもね、ちょっと2乗した変形して書くとどうなるかっていうと、カッコ、サインシータマイナス
コサインシータっていうのはサイン事情シータマイナス2、サインシータコサインシータプラスコサイン事情シータってなって、で、さっきねサインシータかけるコサインシータってマイナス2分の9って出たんで、これ1プラス2かけマイナス2なんでね、マイナスマイナスでプラスになって9分の4っていうのが、サインシータマイナスコサインシータの事情だよねっていうのがわかるから、そうするとこれルート取って、まあ、足し算してねルート取ってあげると3分のルート13っていうのがサインシータマイナスコサインシータっていうふうになりますよね。うん、で、この時ですね、ってなりますね。うん、で、その次いきますね。250番の問題ですね。250番はどんな問題かっていうと、シータの値が0度以上180以下とすると、次の不等式を満たすシータの範囲を、求めよということですね。で、これはねちょっとね、まあ、あれですね、そのグラフじゃないけど単位円を書きながらちょっとやっていきましょうか。で、そうすると、サイン2分の1なんで、まあ、半周分だけありゃいいんでね、そうすると2分の1になるっていうのは、サイン30度の時ですよね。で、あとこっち側から見るとサイン150度で、2分の1は含まないっていうことなので、そうすると、2分の1よりも小さければいいので、シータの取り得る値はまず0度以上を30度未満っていうところで、2分の1は含まないなので30度未満になります。で、あと150度よりも大きくて、こっちから言うと150度より大きくないと2分の1より小さくならないので、で180度以下っていうのが、まあこのねグラフから、まあその何て言うんですかな、単位円か、単位円の図から読み取ることができるよねっていうことね。で、次もコサインシータが今度はルート2分の1よりも大きいって言っているので、コサインルート2分の1だから45度ですね。45度で、こっちもここ135度ですよね。で、今度は2分の1よりも大きいって言ってるから、まあこれよりもこっち側だって言ってるから、そうするとシータの取り得る値っていうのはまず、45度よりも大きくて135度よりも小さい、この間だよね、この間だよねってことね。うん、で、次ですね、タンジェントが、ルート3以下だよ、マイナスか、マイナスルート3以下だよって言ってるんですね。うん、で、タンジェントがルート3以下になるって言ってるので、で、ルート3だからこうやってここが120度、うん、で、
こっち側に行くとね、ルート3よりも大きくなっていっちゃって、でここも正なんでね、そうすると取るのはこの間になるんですね、この間の角度。でも90度って、タンジェントシーターは取れないので、そうするとシーターの取れる値っていうのは90度よりも大きくて、ルート3だから、120度よりも20度以下っていうことになりますね。うん、ここってちょっと取れないんですよね、タンジェントね。分母がコサイン分のサインで、ここってコサイン0になっちゃうんで、分母0はダメだから、で90度は除くっていうことね。うん、でここまでやったらちょっとね、一旦切って別撮りをしようと思うので、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。